夢に駆られた釣り人は終わりのない旅路をたどる夢追い人の釣りの旅。近年リゾート地として注目されている志摩半島、温暖な気候とリアス式海岸が織りなす美しい景観に魅了される。岸壁に凛としてそびえる大王崎灯台は日本の灯台50選にも指定されている。そんな半島周辺の熊野灘は黒潮の通り道でマグロやカツオなどが取れる好漁場、釣りのホットスポットだ。熱いゲームが手軽に楽しめるのは遊漁船の存在があってこそ。熊野灘で船を操る一人が志摩市で生まれ育った北村光文さん。子供の頃からこの海に慣れ親しんできたという釣りを愛してやまない男だ。自宅から1分歩いて1分でもう海岸だったんで、そこでカサゴかなんか釣ってたのが最初だと思うんですけど、小学校低学年ぐらいじゃないですかね多分。その後、まあ友達と、まあちこち行くようになって、はい、まあ、自転車でクーラーボックス積んで走り回ってました。以来釣り熱は高まる一方、社会に出て仕事をする傍らルアーフィッシングにのめり込んでいった。そんな北村さんに転機が訪れたのは今から7年前、34歳の時。あるきっかけで以前から夢見ていた船頭になることを決意した。きっかけはそうですね、もうずっとやりたいなっていうのがあったんですけど、まあ、なかなか踏ん切りがつかなくて、でその時に釣り船の船長さんと知り合って、でまあ高校でっていう話したらもう全面的に協力してくれて、はい、それがきっかけですね。もう背中押された感じで、はい、うち両親は個人の商店をやってて、平密っていうのはうちのその両親がやってた商店が平部屋商店っていう名前で、その平と僕の名前が光文っていうんで平光っていうのがちっちゃい時からのあだ名だったんですね僕の。でもそのままそれを平光丸っていうふうに、はい、決めました。少年時代に始まった釣りに対する思いの結晶がこの遊漁船。そしてアングラーとは一味違う角度から釣りの本質に迫る職業。ちっちゃいトビウオ食っとるわ。ちょっとちっちゃめのルアーでもいいかもしれん。出とる出とる、鳥の下。おー、ちりた。あら、すごい、でかいでかいでかい。あれ、でかいで。あれ、行こうか。今回は海釣りをこよなく愛する船長奮闘記をお送りしよう。北村さんが住んでいるのは三重県の中東部に位置する志摩市大王町船越。入り江に真珠貝の養殖棚が並ぶ昔ながらの風情ある港町だ。夏も盛りの7月下旬早朝、釣り人たちが暗闇の中から現れて北村さんの船平光丸に次々と乗り込んでいく。この日集まったのは常連客で、ターゲットはマグロやカツオにシイラ。季節によって狙う魚種は変わるが、この船ではどんな釣りが楽しめるのだろうか。まあ、今の時期夏場ですね、6月ぐらいからはキャスティングでそのキハダマグロとかシイラカツオ追いかけて、秋10月ぐらいから、今度青物ジギングと、あと中深海でクロムツ赤ムツ狙いっていうのがまた面白いですね。で冬場はもうワラサブリ、はい、青物狙い、そんな感じで
全部一応ルアーでやってます。餌は今んとこやってないですね、はい、月明かりを受けて大海原へ船出。目指す場所は港から15分ほどの大王崎沖だ。キャスティングゲームはナブラや鳥山を探すことから始まるのだが、残念ながら最初に向かったポイントではそのどちらも見られない。昨日のとこでね、鳥が全然いないですね。今日は今のとこ早いうちに当たってくれると木も楽なんですけどねこれはどこで当たるかちょっと分かんないんで、もう探すのみですね。まずは鳥を探して、自分の船に乗ってくれたお客さんを早く楽しませたい。刻々と変化する海を相手に北村さんの戦いが始まった。黒潮の恩恵を受ける豊穣の海、大王崎沖。大物への憧れを抱くアングラーを乗せ、キャスティングゲームの舞台に繰り出したのは船頭生活7年目の北村光海さん。狙っているのは夏に回遊してくるキハダマグロを筆頭に、カツオやシイラなどのフィッシュイーター。釣りを成立させるにはまず大型魚に追われる小魚の群れ、ナブラやトリヤマといった海面を騒がす印を見つけることから。それゆえ海から目が離せない。手元のコントローラーを使って船を巧みに操る技術が必要となる。そしてようやくたくさんの鳥が集まっている場所を見つけ出した。いよいよ本日の釣りスタート。ちょっと一回どうぞ。キメジや。ちょっとちっちゃめのルアーでもいいかもしれん。出とる出とる、鳥の下。ちっちゃいトビウオ食っとるわ。ほらほらほら、10時11時こっちでも出とるね。4時でも出とる。小さいトビウオです。こんなトビウオベイトが。ターゲットが何を捕食しているか伝えるのも仕事の一つ。釣り人はベイトの情報を参考にして攻め方を考える。海の状況を見て、時には北村さんからお客さんにルアーの提案をすることもある。水深の浅いとこなんでジグでも釣れそうな感じがする。タックルある？ライトな。ライトタックルあるよ。もしあるんやったらこれでやってみて。ちょっと投げて沈めて。どれぐらいそうだ？2、30メーターで、こうちょっとこう軽くジャークする感じ。素直に聞き入れる釣り人。本来こだわりの強い釣り人が人の考え方をそう簡単に受け入れるものではない。これは北村さんに寄せるお客さんの熱い信頼の証と。こちらでは本日初ヒット。 OKOKOK、 それで寄せて。シイラが上がった。なかなかのサイズだ。なんだこれ、止まらへん。そんなドラグ緩ないですよね。ゆっくり行きましょう、ゆっくり丁寧に。あ、これ止まらんわ。手応えから言ってかなりの大物。こんなエキサイティングな時でもギンバルを装着するサポートは忘れない。
大丈夫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 、行きましょう行きましょう、そのまま行きましょう、丁寧に丁寧に、プラスですこう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 、めっちゃ重たい、これ動かへん、行くとこかな、あ、行った、バレたか、あー残念、すいません、ちょっと姿が見れなかったですね、ちょっと見せてください、あ飲まれてるわ、歯でやられてます、歯でやられてます、ちょっと正体わからないです、船の空気が淀む気まずさは否めない、悔しい思いを抱いているのは釣り人だけではない、いやーもうやっぱかけたまでは行ったんですけど、バラして悔しいのも僕も悔しいですけど、まあ、それ以上にお客さんの方が悔しいと思うんで、もう悔しさを共感するしかないですよね、やっぱ釣りに来てもらうんですから、まあ、釣れなくても楽しいって言ってくれる人もいますけど、やっぱ釣ってもらって帰ってもらうっていうことですね、ナブラはまだ湧いていてターゲットの活性は高い、チャンスは続くが、漁船が来た、海では漁が優先されるので無念の中断、あれさっき僕らが雇った群れですよ、うん、ここ前通ってたでしょ、あの群れです、あのあれ投げてもなかなか食いにくいですね、あのルアーにはもう生きたイワシ巻いてるんで、さっきまで散々やったあのナブラですね、やっぱり漁師さんがイワシ巻くともうすぐあえて釣れるんですけど、もういつもこういう状態になると見てるだけです、はい、ちょっとじゃあ移動します、騒ぎ続ける海面に後ろ髪引かれながらその場を後にした、いや多い時は100マイル以上走る時もありますね、うん、何もない時ほどよく走らないと今日は辛い方ですね、かなりちょっとこう天気が悪いんで視界が悪いんですよね、なかなか見にくいです、鳥も、夏の暑さに加え暖流黒潮の影響を受けて水温は28度、狙いは暖かい海の回遊魚とは言っても少々高めだ、さまざまな状況を考慮し北村さんは大きく西へ舵を切った、その判断が功を奏し期待が持てそうな場所にたどり着いた、あっちこっちいますね、ねえ、もう単発でも鳥もなしにこうボンボン飛んでくる、活性は高いはずなんですけどね、シーラ？先ほどバラしたお客さんがシーラをゲット、さらに別の常連さんにも来た、危ない、ぐーっと釣れると楽しいです、何でも、はい、なかなか本命が食ってくれないですね、行きますわ、本命とはキハダマグロのこと、だがシイラの爆釣劇もこれはこれで楽しい、後ろについとるよ、よしよし、リールもっとライン巻いて、もっとライン巻いて、オッケー、そのままこっちちょうだい、
夕方になり起き上がりの時間が迫る。釣果はシイラだけで最後までマグロを釣らせることはできなかった。丘に上がった北村さんが帰宅前に立ち寄ったのはサーフショップ。実はサーフィン愛好家、なんとメキシコやインドネシアの波に乗ったこともあるというほどの入れ込みよう。注文してあったサーフボードを受け取りに来たのだ。この店のオーナーは20年代の友人。彼はプロサーファーで、はい、付き合う古いですね。ほんとこんな感じで普段メローなんですけど、誰も酔いかんようなビッグウェーブガンガン行くんで、それ見たらすごいですけど、サーフィン仲間です。で、釣り仲間でもあります。一応波乗りで知り合って、僕一緒にメキシコの旅行行ったことあるんですけど、彼はもう常にサーフィンと釣りばかり、海がないと生きられないところですね。やっぱりね、台風が来たりすると沖には行けないんで、もうすることない、もうサーフィンしかないんですよね。ちょうどいいですね。ちょうどいいですね。遊ぶ夏は夕方、波のいい時は夕方入ったりとか汗流しで、はい、やってます。はい、またまた波のいい日また来るわ。今日入んの？もう入らんの？ちょっとちっちゃいな。釣りに限らず地元の海を楽しみ熟知する北村さん。明日こそアングラーたちの夢を叶えてくれるだろう。午前4時半、夏真っ只中の志摩半島。沖を目指して進んでいるのはキャスティングゲームを楽しませる北村さんの遊漁船平光丸。どうぞ。ほら、目の前。釣り始めはいつも気をもむのだが、今日は違う。すぐに食いついて幸先のいいスタートが切れた。おほい、あだだだだだだ、よし。一発やな。水色がええから綺麗やね。もうちょっと、もうちょっと。よし。一勝負を終えて幸せな脱力タイム。しかし北村さんは気が抜けない。次の釣り場を早く探し、一匹でも多く釣り上げ楽しんでもらいたい。そして見つけた次の狙い目、漂流物の周り。魚がつきやすいポイントだが、反応はどうか。狙い通りだ。こっちください。釣れたのは元気な沖ザワラ。沖ザワラ、そうです。よいしょ。
どうやら沖ザワラの群れに当たったようだ。続々ヒットして戦場が活気づく。この後も賑やかに釣りを楽しむ釣り人たち。そして待ち望んでいた瞬間が。マグロマグロマグロ。本命のマグロが出現。チャンスを逃さないようすぐに船を移動させる。千載一遇の機会にお客さんのボルテージはマックス。すごいすごいすごい。あ、いけるいけるいけるよ。投げて投げて。目の前や。スーパースーパー来たよ。食え。マジかよ。食え食え食え。これすごいぞ。これちょっとジャークした方がいいやろね。やっぱりね。落ち着いて落ち着いて。ヒット。よっしゃ。外れた？マジか。いや残念。食ったんですけどね。外れましたね。惜しくも外れてしまったが、これで終わりじゃない。マグロはまだいる。まだ出てるよ。まだ出てる。ヒット。合わせて。もう一回。合わせて。フッキングフッキング。シール。外れよ。マジか。外れ。ちょっと前回ります。ちょっとごめん。でかい。残念と言うべきか、サイズはいいが釣れたのはシイラ。まだまだ出そうですけどね。そうですね。気配はあるものの、その後バイトはおろかチェイスもなし。今日もまた本命の顔を見られずに終わってしまった。遊漁船に乗って7年目の夏、名船堂を目指す北村さんの道は険しい。夕方、行きつけの居酒屋に北村さんの姿があった。集まったメンバーは島の海で操業している船頭仲間。同じ商売してるんで、休みが結局一緒なんですよ。天気に左右されるんで、やっぱり海がしけるなら、しける時はもうみんな休みやし、となると、まあ、こうやって集まって、まあ、普段どうこうやねっていう話をして。高校の同級生でもある船長が話の種に。面影残る当時の写真を持ってきた。これは NG やろ。これは NG。これは本間のことやね。いや昔はこれが普通。ヤンキーやだんすね。先生騙すのな、魚騙すのも名人でしょ。幼馴染の伊藤さんは昔の北村さんをこう振り返る。もう小さい時はね、小学校の時からもうみんなが野球やサッカーや言うとる時から釣りに出かけ、海に潜りに出かけ、そういう自然が好きな友達でしたね。いやもう船頭としてはやっぱりその小さい時からの経験、勘、その辺を働かせて、そういう自然のこう流れとかそういうので魚を当てる技術っていうのは人よりはあると思いますよ。船長としてはまだ駆け出しの北村さん、最後に今後の目標を聞いてみた。船長っていうよりも僕自身が釣り人なんで、普段でももう自分が釣りしてるような感覚でやってますんで、
船長っていう付き合いよりかはもう本当釣り仲間っていう感じで、はい、接してもらえたら嬉しいですね。船頭とアングラーは運命共同体。立場は違うがキャスティングゲームへの熱い思いは同じだ。もっとお客さんに楽しんでもらいたい。一途な思いが北村さんを突き動かす。